丸石になって砂利になってでぶっ壊れる。台本なし一発撮りの前回の酒盛りでございます。前回言いたいことは2つあります。まず、角ではなく角ということと、あと編集ソフトがとにかくぶっ壊れて何回もアップし直してすいませんでした。どうも、魚です。魚の森やってきます。前回ですね、手に入れたこちらの、山なりの角笛ね、あの角笛って、ね、めっちゃ言ってたんだけど、あの読み間違えて怖いね。今回はですね、この、角笛の試して使ってみる回っていうのと、あと拠点をねちゃんと作ろうかなと思います。もうかなり今更なんですけど、もうなんかずっとね、あの石のね豆腐ハウスに住んでるんで、それをねちゃんとした家をね作っていこうかなと思います。まずはあの拠点に帰りますよ。さてさて、もうちょっとで家なんですけど、なんかこの角笛の効果がなんか石とかをなんか破壊するやつなんだっけな。なんか固めの鉱石とかもこれを使えばなんか早めになんか壊せるみたいなことが書いてあったんで、ちょっと怖いんですけど、ちょっと試してみようか。この辺でいいかな。いや、どんな感じで壊れるのかわかんないけど、一瞬で壊れるのかな。行くぞ。あれ、あがあが、なんだ、めっちゃひびが入ったんだけど。ああ、何これ、どういうことだ、何が起こってるんだ。これにひびは入ったが、なんだ、何が起こってるんだ。ちょっともうちょっと調べよう。よし、まずは拠点どうするかだな。どういう感じの家にするかね、まだあんまり決めてないんですけど、木材はね周りにもう死ぬほどあるんで、まあ木造の家を作っていこうかなと思います。ちょっとこの辺もね軽く整地して、この辺にこうなんかでっかいなんか一軒家風のなんかをね建てようかな。なるほど。この角笛はですね、なんか対象になってるアイテムのなんか限界が決まってるみたいで、壊れ方が、さっきの石レンガだとあのひび割れたレンガが限界みたいで、土だとなんか破壊できるのかな、破壊、あ、できるね。でこの焼き石はこの丸石になって砂利になってでぶっ壊れる感じ。待って、なんかめっちゃ消費してる。結構脆いんだなこれ。土だったらそのまま破壊で、石だったら丸石砂利なくなるっていう順番なんで、でなんか読んでたら、石11個ごとにね耐久値を1消費するらしいんで、まあ使えたもんじゃないなこれ。砂もいけるんだ、一応砂もいける。これは何に使えばいいんだ。これは特にすげえアイテムじゃないのかな。どうなんだろう。ラビリンス行ってみるか。ラビリンスは対応してんのかな。ラビリンスに使えればかなりねいいんですけどね、まだメイズブレーカーを見つけてないんで、メイズブレーカー探しにね使えるなと思うんですけど、行くぞ。あー、これ限界か。ひび割れたメイズのやつ、てかもうめっちゃ消費してる、やばい、もうぶっ壊れるこれ。何に使うんだこれは、わからない。帰りましょうか。石系とかもこう段階を挟むんであれば、掘った方が早いよね。石でも丸石でもさ、一回掘ったらなくなるわけだからね、ツルハシなら。よいしょ。というわけでね、帰ってきました。まずは整地を軽くかましましょうかね。シャベルにエンチャントかけちゃいます。よいしょ。お、いいね、なかなかいいのができたぞ。そしたらこの辺を平らにしたいなと。さてやってくぞ。人間に戻っていきます。よし、こんなもんかな。まあ、こんだけ広ければまあ自由に作れるかな。そしたらどうしようかな。家の土台から作っていこうかな。床板というか適当にね、あの木を敷き詰めていきます。いや、かなりあるな木。いいね。さてそれではある程度なんだろう、家の下書き的なところも兼ねつつやっていこうか。家のドアは多分必要ないと思うんで、玄関とかもまあ3つかな、3つ4でいいか。玄関4にしよう。4、結構デカめの家にしよう。これで
まあ、玄関部分こんな感じで、窓まあ適当に置いていこう。このなんか下書きを適当にしちゃって、このなんか下書きに縛られた上部分の家を作っていけば、割とランダムに家が作れるんじゃないか説。だから今こうやって間違えて置いちゃったやつなんですけど、これを残しといて、こうしてこう飛び出していくと、こうするか、こうしてほい、まあこんな感じ、変な形の家だけど。でここにまずあれかな、要所要所に柱をつけていこうかな。まずちょ斧持ってこよう。このナイトアックスで木切れんのかな。切れたら嬉しい。お、いいね、早い早い、めっちゃ早いぞこれ。非武装ターゲット特攻だけどね。え、木は非武装ということか。待て、あってなんか、したらこんな感じで柱をね、角っちょに立てていくと、ちょっとここ道が細かったかな。こうしようか、もうちょっと太くしちゃって、まあこんなもんかな。ちょっとこの辺柱がなんか足りないような感じがするんですけど、まあいいか。そしたら2階部分にどう上がるかを考えていこうかな。家入って速攻で2階に行く階段がある形が結構好きなんで、うん、そうしようか。適当に、こっから難しいぞ。入ってすぐ階段、まあ、この辺かな。この辺からスタートして、これあれかな、階段の材変えた方がいいかな。多分階段の色と床の色が同じだとなんか変な感じするから、松にしようか。ここ割といいですね。で上がったら左に曲がる感じで行けば小スペースかな。こうして、はい、こんな感じ。ここに2階の床板を置けば割と1階部分も広めに感じるかな。やっぱ天井がね高い方がね広く感じるってなんか CM でやってたんでね。うん、そうしましょう。ではね、2階部分の床板作っていきます。まあこんな感じかなと思うんですが、やっぱり柱がなんか足りない感じがするから、ちょっと足そうか。こんな感じで、うん、ちょっと不安だけども、こうしようか。こうして、さてそれでは、窓をつけていきましょうか。窓なんですけどね、ガラスをそんなに持ってないので、柵を使った作り方でやっていこうかなと思います。多分バージョンの関係上フェンスが1色しか作れないので、周りを松で囲って普通のフェンスで窓を作っていくという形をとってみようかなと思います。ガラスというかね、砂が全然ないんでね、この辺のなけなしの砂を使ってもいいんですけど、まあ使わずに木だけでなるべくね作っていきましょう。窓をだいたいオークじゃないや、松で塞いでいきます。こんな感じかな。こんな感じで中にこのフェンスをかましていくと、こういうタイプの窓、あ結構いいですね。で後でこうなんか出っ張りをねつければ割と良くなると思います。でそんな感じでやっていきましょう。これなんか大きな部分に関してはね、窓をいくつか作る感じでやっていけばいいんじゃないかな。あーなんかエンダーマンいる。なんか割といいぞ。だいぶなんか雰囲気なんか雪国っぽいけどいいんじゃないかな。あとはなんか色のアクセントが欲しいんで、こっから飛び出すなんていうの、ひさし的なやつに関してはなんか石とかのハーフがいいのかな。うん、割といいですね。じゃあ2階部分作っていきましょうか。でここで2階部分をちょっとちっちゃめに作って、外側から見た時にこう若干ピラミッド風になってるような感じにしようかな。松のブロックで縁取りをしていきましょうか。こう2階から上がってきて、まあ、壁が、あ間違えた、オークじゃなくて松で、まあ、この辺は普通で
このまま行っちゃって、でちょっと小さめに切り取ります。このぐらいかな。もうちょっとちっちゃくていいかな。まあいいや。まあ、このぐらいで、こんな感じかな。だいぶ不揃いなんですけど、最初にね、ランダムで作ったんで、まあ割と不揃い目にはなっちゃうんですが、こんな感じで、2階部分。まあこのラインも1個ちっちゃくていいか。ちょっと変えよう。だいぶ微妙な微調整なんですが、外から見た時にこうなんか段々になってる感じを若干出したいので、こうして割と変な家になるけどね、うん、思いつきで作るとこんな感じの家になっちゃうという例をね今作ってます。はい、こんな感じ。これでまあここの通路がね2マスになるんでまあいいかなと。したら適当にこれに逆さ階段をつけて、でまあ、一応落ちない用のフェンスをつけて、ここにもフェンスをつけて、そんでね2階部分の天井をつけていきます。ちょっとこの柱をね足しました。おお、いいんじゃない、結構いいね。割といいのができたぞ。で入り口部分に階段をつけて、まあ、光源置いてないんでね、まだめっちゃ暗いんですけど、うわ、すげえ家じゃん、すげえすげえすげえ。で、ここね、あの、中庭というか、降りられるようになってます。ちょっと視点が低いな。こうして、まあ、ちょっと裏口的な、裏口その1。で、その2が、草ぼうぼうだな、この家。こっち側にあります。こっちからも一応入れます。いいですね。なんかこう空間あんな。ここなんか地下道にしてもいいかもな。うん。そしたらちょっと仕上げに石レンガのハーフをこんな感じで置いていけばかなり現代風な家になるんじゃないかな。どうだ？あー、ぽい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 。ぽいですね。ちょっとこうなんか、ひさしというか、出っ張らしてあげてもいいし、こんな感じで。いいんじゃない？ぽいぽいぽい。ぽいですね。こんな感じで。まあ、ワンポイントじゃないけど。こうやって、ちょっとあの、石レンガがあんまないんでね、ちょっと側だけ置いて、見た目詐欺なんですけど、こんな感じで置いて、あとこうかな、こんな感じ。こうして。あ、ぽい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 。まあ、あとは中に光源を置いて、屋根を置いて完成という感じ。うん。もしかするとあれかな、この辺に、窓に関してはね、トラップドアを置いてもいいのかもしれないんですけど、うん。とりあえず今回こんな感じで、家ほぼ完成まで持ってきました。まあ、これよりかはだいぶ、マシなんじゃない？あ、いいね、なんか。ちゃんとした建造物っぽい感じがするぞ。あとはこの素材が足りないんで、次回ちょっと消熱のツルハシかなんか使って、この石レンガを大量に生産して、次回次のダンジョンに向かうところまでやっていこうかなと思います。噛んだな、甘噛みの連続ですよ。あのね、集中しないとすぐ噛むから。ね、あとの、角って読んじゃうしね。うん。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また会おう。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。では。